道路交通情報は篠崎さんでした。もうねすっかりね朝晩の気温がぐーっと下がってきてですね、もうすっかり秋だなというような季節になってきましたね。この宮崎県都城市っていうのはですね盆地になってますんで朝晩の冷え込みとかね結構きついものがあるんですけれども、もう本当に朝はもうちょっと寒いなぐらいになってきてね、夏もう終わるんだなーっていうですね、今年の夏も何もなかったなーっていう日を過ごしております。はい、ちなみにですね篠崎さんが一番好きな季節は秋だということで、これからどんどんテンションが上がってくるっていうようなことをね言ってました。いいですね。はい、楽しい秋を迎えていただければと思います。レディオイルミネートがお届けするフィールエクスプレス、さてここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッドのコーナーです。案内人はミスドのドーナツ100円セールの広告を見るたびに身もだえしている MC トルです。よろしくお願いします。ね、もう100円のねドーナツのあの CM とかね広告を見るたびにもう食べたくてしょうがないね、コンビニドーナツよりもミスドのドーナツが美味しいなと私は思っているので、本当に買いに行きたくてしょうがないんですけれども、まあ、現在糖質制限中ということで食べられないということですね。残念ということで、そんな糖質制限に役立つ今回はですねサイトの方をご紹介していきます、いきたいと思います。そのサイトの名前はスリズム。はい、こちらですねスリズムというサイトがございましてですね、ダイエット特集とかですねダイエットツールとかダイエットニュースとかを提供しているサイトなんですね。で、まあ、全般的に見たところですね、全般的にこう女性向けかなと思えるような特集が組んでありますので、まあ、正直筋トレ頑張ってますみたいな男性向けではないんですけれども、実はですねこの中にですねカロリースリズムというですねところがございまして、こちらはですね老若男女、うまく言えましたね、老若男女に、共通して使える素晴らしいサイトでございます。まあ、何かというとですね食品とかですね食材とかですねそういったものを入力するとカロリーの表示をしてくれると。で、そのカロリー表示もタンパク質、脂質、糖質、まあ、その他ビタミンとかですね鉄分とかまあいろいろありますけど、そういったものを全部表示してくれるんですね。でグラム表示でだいたい出てくるんですけれども、そのグラムを自分の例えば 200g の鶏の胸肉を買ってきたのでということで、最初だいたい 100g 表示とかで出てくるんですけど、そこを 200g とかに自分で入力を変えることによって栄養成分も自動的に変わったものが出てきてくれるというですね非常に便利なサイトになってます。はい、なのでぜひこちらのサイトをね使っていただければと思うんですね。糖質制限ねやってるとこう自分の食べるものが実際どれぐらいの栄養を含んでいるのかっていうのをやっぱねチェックしながら食べないと、まあこれ大丈夫だろうって食べてたものが意外とね糖質がすごく含まれてたりとかすることもあるので、まあ、こういったサイトを使いながらチェックしていただくのがいいのかなと思います。以前ですねダイエットといえばですねレコーディングダイエットっていうのが流行りましたよね。こう自分の食べたものを記録して、まあそれが何キロカロリーなのかも記録するというようなやり方だったと思うんですけれども、まあそれのさらにこう、こちらのサイトであれば、さらに成分が細かく見れるので、まあ一番使いやすいんじゃないかなと思ってるんですよね。まあここでですね、本当に自分の食べるもの、まずはですね、ダイエットの入り口としてですね、まずは自分が1日に食べているものが何キロカロリーで、タンパク質、脂質、糖質がどれぐらい取れているのかというのを計算するためにですねこのサイトを使っていただくといいかなと思うんですが、まあやっていただくと分かると思うんですけどね、美味しいものはですね、まあ、ほとんどですね脂質と糖質でできているということなんですねなので、まあ、糖質制限に入っていくと分かるんですけれども、まあ食べられるものってね結構限られてくるんですよね。なので、まあ、大体ねみんな鶏肉ばっかり食べるようになるとは思うんですけれどももうこう、もう本当にね鶏の胸肉とかねささみとかその辺をね食べていくような感じになるとは思うんですが、まあ、ぜひねこちらのサイトを利用して、まあ、まずはね自分が食べてるものがどんなものなのかというのをですねチェックしていただければと思うんですね。なので、まあ、例えばなんですけれども、
こう実際にサイトの方私も見ながらですねやっていくとですね、まあ何がいいですかね、いろんなね食品でも見たりすることができるんですけど、まあそうですね、例えばペペロンチーノとかですね、塩ラーメン、カレーパン、牛乳入りシリアル、デミグラスソース、ペンネアラビアータとかね、カツ丼とかね、カルビ丼とかいろいろ出てくるんですけど、じゃあなんかね味もシンプルでなんてことは、なんかカロリーもそんなにないんじゃないと思われそうなペペロンチーノちょっと見てみましょうか。はい、でペペロンチーノちょっと今開いてサイトをね開いてみたんですけれども、ペペロンチーノだいたい108、一皿をですねだいたい 277.5g でこのサイトは計算してるみたいなんですけれども、まあ、こちらの方で栄養成分これ見ていくとですね、だいたいこうペペロンチーノ一皿カロリーとしては505キロカロリーですねと。で、タンパク質がだいたい 14g ですね。で、脂質も 14.5g。そして、炭水化物が 75.04g 取れますねと。で、先ほどエネルギーとしては505キロカロリーですねとお伝えしたので、カロリーで考えると、まあ、タンパク質のカロリーは55か5キロカロリーと。で、脂質が130キロカロリー。これ多分油でしょうね。油でカロリーがこんだけ上がってるっていうところだと思います。そして、麺ですからね、炭水化物ということで、まあ、糖質ですね、糖質ということで300キロカロリーということでございます。まあね、ペペロンチーノ麺だけ食ってるような感じですからね、まあ当然炭水化物が多いのは当たり前なんですけれども、まあ、505キロカロリーのうち300キロカロリーは炭水化物のカロリーであるということで、いかにね炭水化物で、脂質が130キロカロリーですから合わせると430キロカロリーね。なので505キロカロリーのうち、430キロカロリーが脂質と糖質で出来上がっていると。いやー、美味しいものは大体こういうことなんですよ皆さんね、もう本当に、ね、でこのこのサイトがねさらに便利なのは、まあ大体その何キロカロリーですねと出てくると表示がねでありましたと。で、そのカロリーを消費するために必要な運動量とかもね表示されてたりとかするんですよ。まあ例えば先ほどのペペロンチーノ505キロカロリー、こちらを消費するために必要な運動量でいうと、まあウォーキングだとですね189分3時間くらいですね。ウォーキングがだいたい3時間、でジョギングだと114分なので、走るんだったらだいたい2時間ですね。で自転車なら71分なので1時間10分、縄跳びだったら57分、お風呂掃除だったら149分ということで、2時間150分だとしたら2時間半ですね。ん？違うか？あ、そうですね、2時間半。つまりですね、ペペロンチーノを一皿食べるとこのカロリーを消費するためにはですね、お風呂をですね2時間半掃除しなければならないっていうですねことになるんですね。うわー、これは厳しいぞとね、2時間半もね、そうお風呂掃除してらんないぞという感じになると思うんで、まあ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 これはねちょっと極端な例ですけれども、まあこういった形でいろんな栄養成分がねここでチェックできるので、まあちょっとねダイエットやろうかな、やる前かなと思ってるような方ねいらっしゃるとは思うんですけど、まあ自分の食べてるものがどんなものなのかをチェックするためにぜひこのサイトを活用していただけたらなと思うんですね。まあ女性向けのねダイエット特集みたいなのも今度はダイエットスリズムというところもありまして、そちらの方では女性向けのダイエット情報とかニュースとかツールとかそういったものもね出てますんで、まあそういったものを利用していただきながらですねやっていただくのがいいのかなというふうに思っております。いや本当にね、もう衝撃を受けるかもしれませんね。もうがっかりするぐらいね美味しいものはね糖質とね脂質でできてるんですよ。はい、なのでね、何食べればいいの、糖質制限するってなったら何食べればいいのってなるとは思うんですけれども、まあ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 糖質制限したい方はですね、糖質制限というキーワードでまた検索などをかけていただくと、まあみんな他の方がね実際どんなものを食べてるかとかそういったのも出てくると思うので、まあそういったところもチェックしていただくといいかなと思います。ね、いやーもう本当にね、僕も美味しいもの食べまくりたいんですけれどね、ちょっと目標体重に行ったらね
もうがっつり好きなものだけをね一日中食べまくって、太ってまた痩せるってことをやりたいなとは思ってるんですけどね、はい、ぜひ皆さんも美味しいものを食べつつですね、ダイエットもやりつつという方法で、まあ、長い目で見ればね運動と美味しいものを食べながらダイエットもできますから、やっていただければと思います。ちょっと短期でね集中して絞っていきたいなっていう方には糖質制限がおすすめだなというところでございます。はい、次回以降もですね、まあダイエット特集というところありますので、まあおすすめの食材といいますかですね、ダイエットをするのに、まあ、これおすすめですねっていう、糖質制限にするのにもおすすめですねっていう食材がありますので、まあ、そういったものをですね次回以降もご紹介していきたいと思います。ということで今回のフィールグッドはカロリースリズムでございました。続いてはお天気情報、原田さん、台風の影響どうですかね。